ありがとう、クッキー。ロッピーさん、ありがとう。キョウさん、ありがとう。たーちゃん、ありがとう。ピリピリできない。ピリピリできないよ。ラベルが取れない。めっちゃ下手くそな当て方してる。こんばんは。うん。なんか切り取り線が全然ねできなくてね、すんごいね、でででででってやってる。ラベル取る意味わかんない、わかんないよ、思うかも。わかんないけど、なんか昔からラベル取ってるから。癖がついちゃったんだよね、多分。うん。多分だいぶ前に言われたんよ。多分ね。たまに取り寄せた。たまにちょっと取り寄せちゃってるかもしれない。こんばんは。こんばんは。チポンさん、クッキーありがとう。タちゃん、クッキーありがとう。ヒロッピーさん、チョコかこれ、ありがとう。ヒロッピーさん、ありがとう。イトさん、クッキーありがとう。お兄ちゃん、ありがとう。ショウさん、チョコありがとう。ヤマちゃん、ハートありがとう。ショウさん、クッキーありがとう。お兄ちゃん、クッキーありがとう。変えたお洋服の色はね、主にね、白。またですかって感じだけど、なんか持ってない系の白ですよ、ちゃんと。なんか、持ってない形の白と、クリーム色、黄色っぽい色。にゃん、ありがとう。かわいい、手記のタワーやん。嬉しい、ありがとう。ぽさん、今日でももちゃんをして1年半の好きタワーありがとう。好き好きタワーありがとう。ありがとう、お礼書くね。1年半、いいね、1年半記念。ちゃんとなんか記念日を、記念日というか覚えてくれてるの嬉しい。ありがとう。いつもありがとう、おかげで毎日楽しいです。ありがとうね、本当に。あれ書くね。あー、そう、そう、2時間目ね、完売してたよね。ありがとうございます。完売が増えてた、ありがとう。みんなと話せるのが楽しい。CM 出たことない、私飲んでた、大変なこと。そうだね、結構完売してるのもしか。そう、びっくりしてる、ありがとうございます。そう、実はね、そう、今回のお話し会はあんまり自分からそう言ってなくて、そう、言ってなかったから、言えなかったから。そう、嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは、言ってもいいね。いやいやいや、ありがとう。
マジで言って。いやだってさ、いやもちろん話したいけどさ、そうめっちゃ話したいし話したいけど、なんかこうなんかこうわがままみたいになるかなと思って言えなかった。今回は特にいつもあんまり言うのが上手じゃないんだけど、特にねそう言えなかったです。あのしかいけるにてマックスだったら、ありがとう、待ってる。最後くらいで本当に、いやでもねすごい会いに来てくれて嬉しい、本当に嬉しい。今回が好き。大丈夫か大丈夫か、無理しないで本当に。ペンを取るね。できる範囲で大丈夫なので、本当に会いに来てくれるだけで嬉しいから、そう無理はしないでね。みんな確か確か良かった。モカもめっちゃ楽しい、本当に。ペンがどこだ、ん、ペン、この間ペン持ってったかもしれない。あれれ、黒のペンを探してます。黒のペン、ペン横へ褒だよ、ペンが横へ褒めだよ。いやこの間ね書くためにリュックの中に入れたのかもしれない。どこだどこだ、どうなんだ、探し中。ロビーも必要ね。そう俺みんなの俺書くために持ってったんよ、お話か。でもお話かなともカキカキしてたっけ。だったら絶対に持ってきてるはずなのに。消えた消えたよ。片付け。今日じゃない、いや絶対今日、絶対今日だよそれは、絶対今日。何か最近はちゃんとあれだよ、ずっとお掃除頑張ってるから大丈夫、散らかってないよ。ペン1本しか、いや色ペンはいっぱいあるんだけど、黒のペンを多分あっちに置いてきちゃったんだよね。探せももかさん、さあどうぞ。今ね、きっとね降ってくると信じて。カラフルなもない関係、ちょっとじゃあまず絵から描きよろ。ペンさんがいる家でした。何かクマちゃんでも描きながら、チェロ、きたー
キャッチできた、すごいもん、ありがとう。降ってきました。降ってきた。できた。分かった。さあ、魔法で魔法で降ってきました。魔法でね、シューンって飛んできたんですよ。これなくしてて、これこれ多分普通に部屋、王の部屋にあったやつだと思う。つけとかじゃあ魔法、ももちゃん魔女なんです。もうかーねー、魔法魔法少女。おじゃもおじゃもです。おじゃまじゃも。大きな声でピリカピリララ、シャイで騒いで歌っちゃえ、パパママ先生カミカミおじさん、うるさいなんてね、火山が大噴火、お空に消えてピリカピリララ、飛んで走って回っちゃえ、合ってる？ジャマジョドレミは私のちょっと前なんですけど、お姉ちゃんが世代なんですよ。だから知ってて、それでめっちゃ好きなのよ。もう配信タンプ代用して、お嬉しい嬉しい、使ってくれ。私もパジャマめっちゃ着てる、みんなにも見せる。スティックマを書くよ。そう今日ね、そう今日なんか肌に優しい下地が欲しくて、肌に優しい下地が欲しくて見に行ったら、見に行って買ってきたら、なんか他にお悩みはありませんかって言われて、乾燥肌かって言ったら、なんか肌診断してもらった。ずっと憧れだった。なんかね、それでそう肌診断なんかピッて機械当てて、ずっとやってみたかったんだけど、なかなかその機械がなくて、お店でそうもうなんか私の肌がドアップに画面にドアップに、もう拡大、もう本当に目で見えるとかのレベルじゃないくらい、もう本当にめっちゃ見えるわけよ。もうそうそう、うん、だからなんかすごかった、びっくりした。そんな感じなんだ、肌診断いいな、ほんと。なんかやってみたい、気になるよね。細かいとか、自分がどういう肌質なのかとか、自分はなんて言うんだろう、なんか
あ、肌の年齢はね出てなかった。そう、顕微鏡で拡大したみたいな。そう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 、肌診断したすごい同じ同じ。肌年齢出るやつ見たことあるけど、あれはねなかったです。そういうやつではなかったんだけど、自分はなんか水分量とか、あとはなんだっけ、水分量とか、あ、肌の色とか、そう、水分量はね足りてたよ。そう、ご飯粒ついてなかった、ちゃんと大丈夫。なんか自分のあったその化粧水とかをね、足りてると感じない。そうだね、肌に潤いがあるかないのかみたいな。平均よりあったけど、やっぱ乾燥の時期だから、そうそうそう、どんなスキンケアすればいいか教えてもらえるんよ。でももはなんかすごい肌が弱いのね、敏感肌で、結構きついやつを使うと肌に結構うわーってなるの、肌がだから優しい洗顔を買ってみました。そう、なんかあんまり洗顔をしても突っ張らないやつをおすすめしてもらって、今まで結構突っ張ってたの、洗顔すると肌が。だからそれを買ってみました。それが一番自分には今はいいっていうか、突っ張りとかね、なんかそうあるんよ、洗顔すると突っ張って痛い。そう、乾燥がね今俺のくらい潤いよ、潤いよ。洗顔していたいことある。そうね、私は結構そういうなんか洗顔した後すごい乾燥しちゃう人だから、でも人の肌によって違うんだろうけど、ももはそういう人で、ちょっと優しめの洗顔に変えました、今回。お風呂上がりの30分がお肌のこうなんて。そうだね、お風呂なんか、でもお風呂上がったらさ、やっぱ水でちょっと乾燥するじゃん。がそれもすぐに保湿した方がいいってよく言うから、そう、もうすぐにお風呂出てすぐに肌をね、潤いをね与えてあげた方がいいんだって。お風呂出て長時間ぽやっとするの、乾燥肌じゃなかったらわかんないけど、乾燥肌だったら大事かもしれないね。パック、そう、パックとかもね、毎日ではないけど、結構冬はいろんなの塗りたくってます。髪より先に肌と体の保湿ね、保湿大事、保湿大事、ね、なんかさ、メイクのさ、ところのお姉さんとかってさ、すごいいっぱいね、いいやつ教えてくれるから、いろんなのが欲しくなってさ、そう、本当にうわー欲しくなるってなるけど、それをちゃんと抑えて、ちゃんと今日はあったんですけど、他にも気になるやついっぱいあったんですけど、ちょっとだけ、あ、ちょっとまた今度にしようと思って、全部は買ってない、ちょっとですね、その自分が今本当に大事なものだけを買いました。全部ここで揃えようとか、ね、そうなんよ、
なんかもうもちろんめっちゃ商品もめっちゃいいし、とってもいっぱいなんかこういろいろ教えてくれるから、お姉さんがもう欲しくなるじゃん。そんなこと聞いちゃったら、そう、うん、それでもね、本当は洗顔は買うつもりなかったんです。本当に下地のやつを1個だけ買おうと思ったけど、洗顔を買ってしまったので、あのそれよりは多分あの予定よりは買っちゃったから、そう、本当にねやばいです、うん、もうしばらくはあのコーナーを通っちゃダメですそう、唇、あ、そう、唇パックはあれなんか3日に1回とかせなきゃいけないらしいけど、よかったよ、その日の次の日とかも。今日なんかリップマスクだっけ、なんか朝と夜に唇に塗るやつを買いに行ったけど、オレンジの匂いが売り切れてて、でもオレンジの匂いが良かったからネットで買うか、またどっかで探すかしようと思ってる。プルプル、そう、プルプルになる。オレンジの香りにこだわり、え、なんかね、口につけるものだと結構匂いってさ、こだわってしまうのよね。そう、美容もいろいろ頑張ってて、本当？なんか私服よりもね美容ばっか、服も好きなんだけど美容の方が優先しちゃうからね。他にどんな香りが、なんかバニラとかブドウの匂いとかあったんだけど、結構やっぱ私は柑橘系がそう好きで、しかもその匂いが圧倒的に人気だったのよだからその色だけなくなっちゃってて、あ、その色じゃない、そのオレンジだけなくなっちゃってて、ないやんってなったなくなっとるわってなったから、また今度にしました。 ST 入ってメイク、そう、 ST 入ってめっちゃ美容とか好きになった。今まで、それまでは何も考えたことなかった。でもそれだけそのオレンジのやつが匂いがいいってことで、美容関係とかもーちゃんって本当？でも美容部員さんっていうのかな、そう、ちょっとなってみたい。また行かん、いや、そこのコーナーには行かんよなんかホワイトティーでドイツ、いいね、ドイツするの。インタビューで妹に化粧教えてもらったとか、そんなね、わかんない、教えてないかもしれないけど、でも聞かれたら、でも姉ちゃんとはなんか私が一方的に教えるってよりは、お互いにいいやつを紹介し合うみたいな、最近どれ気に入ってるみたいなそうで、私より結構お姉ちゃん持ってる化粧品も多いので、そう、結構私が借りたりもするし、でもこの間は私の使ってるファンデーションがデコルテのやつなんですっていうところのやつなんですけど、お姉ちゃんが使ってるファンデーションが結構保湿系で、私の使ってるファンデーションはちょっとだけマットなんよ。それをお互いのを合体させたらすごい素晴らしいファンデーションになった。
なんかね、冬だから乾燥もしないけど、なんかベタつきもしないみたいな感じで2つを混ぜ合わせたら私たちの肌に合った、一番合ったっていう。冬はだけど、夏だったら全然今の自分のやつのだけでいい感じ。紹介し合い、そう、紹介し合い、お互いのファンデーションを混ぜ合ったらめちゃ良かったっていう。そう、乾燥しちゃうからね、冬は。お洋服屋さんのお姉さん、二十歳でもすごい大人っぽ、うん、すごい大人っぽかった。本当に、だからコミュ力がすごすぎて、本当にもうね、お仕事慣れてる人に見えたから。でも一歳差だったからびっくりした。えって、私が多分服の店員さんやったらもう片言よ。あ、それいいと思う、あみたいなみたいになっちゃうと思う。お姉ちゃんに正して、いやでも桃たちも違うとは思う、多分お互い違う気がする。なんか二十歳のカリスマ店員、そう、私はもう、私がやったら多分もう、はっはっはっ、最初のメイクアイリーに教わった。どうだったんだろうね。でもなんかお姉ちゃんが普通に普段メイクをしてたのを見てたから、なんか自然にやり方を見てたっていうのもあるし、そう、結構最初の方とか聞いてたね、どのやつがいいかなみたいな、どのメイク品がいいかなとか。くしゃみしそうな人はっはっって何かお探しでしょうかって誰と思う。なんか多分お洋服の店員さんってもっと、これお似合いですよ本当にって言わなきゃいけないけど、ももだったら多分、あ、何かあったら声かけてくださいみたいになっちゃうから、もう多分ね、あまり向いてないと思うそう、あ、服借りてた、そう、控えめになっちゃう、そう、控えめになっちゃう。もーちゃんにお似合いですよって言ったすくで、あ、似合いですよあれあれが聞くさ、もーさんとか本当女の子のお洋服店にいても買ってくれるプレゼントになるなんか親戚の子とかのさプレゼント
そのままプレゼントしよう。優しい。あ、妹かね。妹、そうね。知り合いに買う体で、プレゼント、プレゼント用でって。教えのプレゼントとか、あ、いいね。対応しない方がいいよってくん。そうだね、それぞれだよね、人それぞれ。本当に話しかけてくれた方が嬉しいお客さんもいるだろうし、自分でじっくり見たいお客さんもいるだろうから。アイドルのプレゼントいいね、それは。実際でもみんなもね、もしかしたら行ったことあるかもしれない。聞きたい時に店員さんがいなくて、え、そう、本当にそう。なんかさ、最初はちょっと自分で見ようかなって思ってこう見て、あ、決めたぞ、だいぶ決めたぞって思った時にいないんだよね。そう、いないというか他のお客さんの話と話。あ、せっかく勇気出してこいけど、そうだよ、身長150センチ女の子似合いますかといつも落ちたありがとう。オンライン、オンラインと、あ、オンラインはオンラインね、でも買うけど、あの下のスカートとかズボンは結構その店に行きたいって思ったりもするけど、ここのお店の S サイズは大丈夫っていうのもあるから、なんか自分のウエストとか合う店って分かってたら全然オンラインで買ってる。もーちゃんの写真持ってて似合う服やるの、嬉しい。アイドルのファンは私にプレゼントするのに女性ブランド買えそうな、確かに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 。今日何時も、今日何時までやろうかな、まあね、早く寝ようとは思ってる。早く寝ないと明日ね、ちょっと朝早いんですよ。で今日だから寝れなかったらやばいから今日は寝れると信じてるんだけど、早く明日早いから寝れんかったらちょっとオール気味になっちゃうから頑張って寝ますダンスもまたなんか、あともうちょっとだけやりたい、なんか動画見てたんだけどもうちょっと確認したら寝ます。明日も頑張って、頑張る。明日何時起きだろう、え、みんな、いや、みんなよりちょっと遅いかな、わかんない、どうだろう、何時かな。ね、7時半とか、どうだろう、みんなの方が早いかもしれないけど、お昼寝、そう、今日お昼寝してないので寝れるかも。みんなと一緒。8時半に
いいじゃん、8時半でも早いな、8時半でも6時半起きです。あらすごい、一人ちゃんと何歳やと思っとる、もうのこと。ママさんと寝ないですね。寝るときは一人ですね、もうかさん。5歳、なんか5歳って書いてなくて何歳と思ってんの本当に。抱き枕、抱き枕はないけど、モモンガのぬいぐるみは近くに置いてる。そう、ここが負けた。すごい可愛い、可愛い。サンチャイってくれ、サンチャイ、サンチャイ。オッケー。5歳くらいだと思って油断してたら急に大人マックスの時って。急に？たまに大人を感じてくれてるの。プロモちゃんもやめるかくれました、いいね。僕はもう19歳ですよ。じゃん、プッさん、スキックマットはありがとう。ももこごみ1年半記念ありがとう。見つけてくれた、嬉しいし、もう楽しになってくれて、いっぱい好きになってくれてありがとう、レシキピッチー。絵かわいいでしょ。ありがとう。これはですね、式っていうこのタワーのやつ書いて、逆だ。ギって書いて、ここ大事なんですよ。ハサミと串を持ってます。コームか、コームを持ってます。じゃーん。見とくし、そう、上手、やった、ありがとう。いっぱいお話もできててね、嬉しい、本当にありがとう。かわいい、これかわいく描けた。ありがとう、プシさん、また会おうね。ありがとう。ありがとう。
診断は大人もじゃない。本当？くまさんです。いいでしょう。可愛く描けたよ。子宅からの診断もお祝いできますね。嬉しい。そうなると嬉しい。ありがとうございます。なんで、こんばんこんばんは。今日は何時ぐらいに読むか、15分ぐらいだと読もうかな。お風呂タイム。何のプコがアカウント？おやすみタイム。スクショカウントさん、ありがとう。嬉しい。大人感と可愛感の両方あるから。ほんと？ちょっと待って、そう、ほんで、おもちゃんも少し肌に。そうだよ、もう肌ち、あ、まただけど。まだ10代です。まだ10代。キュッとしたよ。今の子供。そうない。クラコ役をやってみたけど、回線で。お、嬉しい。今回のクラコはちょっとなんか髪型的に大人っぽかったよね。髪型かな、多分。大人かわいい。嬉しい。ありがとう。動画も今から作るしかない。そうだよ。動画をね、今いい。あ、そうだ、今日毎日配信の誕生日だ。そうだよ、今日は毎日配信誕生日。でも1130の文字全然見てなかった。ここの出てくる緑のあれ。全然見てなかった。悲しい。出てくるからもう一回。早く今から。全然思うかもだよ。昨日言ってたのにね、ちょっと忘れちゃってたから。ちょっともう一回出たら、もう一回出たらちょっとポージング決めるわ。もう一回出たら、そう、あ、もう出ないんだっけ。もう出ないよ。え、出る？出ないっけ。イエーイ。シュンシュン。タイミングどこ？そうなの？ありがとう。ありがとう。見逃した。忘れてた。まあまあまあ、今日はね、配信お誕生日ということで。ごめん、いやいやいや、大岡が普通に忘れてただけだから。そう、かわいそう。火に回してるから、か、今が一番かわいいけど、初期のおもちゃの回線。初期のおもちゃはね、もっと今以上にきついだよね。いい意味で、いい意味で。毎日配信のハピバ、おめでとう。毎日配信おめでとう。こんばんは、こんばんは。これでもう20歳か。まだだよ、まだ、まだだよ。まだ10代だから。まだ。12歳。嘘、中学生の頃はそんな幼いって言われたことなかった気がするんだけど。幼かったのかもしれない。
ねえ、もう15分になった、あった。ありがとうね、たくさんギフトもありがとう。プロヒーノのところも本当？プロヒーノのところ113年になってる？初めて生で見た。あ、それもね、あのね、本当に緊張してた。もうね、顔の表情一個も動かんレベルで緊張してた。そう。メイクも頑張ってるからちゃんとトンプ。やったねー。やったねー。プロフィールのところスクショしてもらおう、みんなに。お誕生日おめでとう配信。確かに自分でトラップで打てばいいか。確かに。イエーイ。推薦コメント書いてくれたの嬉しい。嬉しい。毎日配信お誕生日おめでとう。毎日配信お誕生日ってなんだろうって感じやけど。いいよね、なかなかないもんね。だって1日しかないもんね、113年こう1130日は1回しかないから、本当に貴重だよね。だってさ、ももかがさ、この日まで毎日配信しないとでき来なかった日だから、いい記念すべき日だよ、きっと。緊張しながらなんか変だ。緊張してたよね、なんかめっちゃ緊張してた。あー、イオさんなんか頑張った、ありがとう。とても素敵ね。ね。ゆみきくん、ハートありがとう。たーちゃん、クッキーありがとう。ゆたさん、クッキーありがとう。キングタックさん、ハートのクッキーありがとう。トロイモさん、クッキーありがとう。ニコチンさん、チョコレートありがとう。ヒロピーさん、チョコありがとう。高木さん、クッキーありがとう。シュリリンさん、だるまありがとう。かちゃん、クッキーありがとう。クッキーじゃない、チョコありがとう。もちーさん、クッキーありがとう。プさん、チョコありがとう。とつさん、拍手ありがとう。たかちゃん、クッキーありがとう。だいちゃん、クッキーありがとう。ゆうさん、いいな、ありがとう。フィルさん、ありがとう。カズさん、ハートのクッキーありがとう。コシさん、結婚してありがとう。レッドさん、チョコレートありがとう。桃食べてた時も緊張してた。マッキーさん、クッキーありがとう。ネットさん、クッキーありがとう。では読みます。13位のヒロピーさん、ありがとう。12位のみゆちゃん、ありがとう。お、同じ名前の方が。11位のヒロピンさん、ありがとう。10位のショウさん、ありがとう。9位の高木さん、ありがとう。今日のももちゃん、とっても可愛くて大好きでいるよ、ありがとう。嬉しい、ありがとう。8位のタロイモさん、ありがとう。7位の福ちゃん、ももかくみ、ありがとう。
楽園のとしさんありがとう。世界一可愛いモカのずっとそばがいいありがとう、嬉しい、ありがとう。声のたつさんありがとう。思うのか好きすぎるの内面もありがとう。両方好きって言ってくれて嬉しい、本当にそう言ってもらえたら。4位のえみさまさんありがとう。3位のゆうさんありがとう。記念すべき、もう毎日配信ハッピーバー大好き、ありがとう、嬉しい、ありがとう。2位のたっちゃんありがとう。1位のぷさんありがとう。これからもずっとお調子です、やった、嬉しい言葉ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。ダンス練習あとちょっと頑張るね、ありがとう。お風呂も頑張るよね、今日桃はまたいっぱいいる、本当だ。おやすみちょっと大好き、ありがとう。ダンス練習頑張ってね、頑張ってくるよ。今日お風呂の日なの？頑張っちゃうよ、じゃあお風呂常に出る、常に出るでいてね。今日もかけてありがとう、おやすみ、おやすみ。早く寝る、うん、多分眠たいから多分寝れるよ、多分。今日も楽しい配信ありがとう、ありがとう、こちらこそ。2月6日お風呂の日、へえ。じゃあ今日はもう楽しんでお風呂に入らんと、お風呂の日くらいは寒いから冬はねえ。明日も一緒に頑張ろう、明日も。いいかも、明日お仕事頑張る、頑張る、頑張ろうね。おやすみなさい。逆にあったかいお風呂でも、お風呂から出たくなくなるじゃん、寒くて、あれが嫌。あ、2月なくは昨日、嘘、今日何日まあいいか、今日7か今日はセブンかおやすみなさい、だねー。